少しでも収入を増やすために副業を始める人が一気に増えました。種類の多い副業の中でもデジタル関係の副業で注目されているのがプログラミングです。しかし、プログラミングと聞くと難しく感じられて理系の人だけができると思われてしまいがちなんですけれども そんんなことはありませんプログラミングは誰でででも簡単にできることなんですよデジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。 今回はプログラミングについてお話ししましょう。プログラミングって数学が得意な人でないとできへんねやろプログラマって頭のいい人しかできへんねやろこのような質問に対して「そんなことないですよ」そう答えている人の多くが 理系だったり、理系の大学を卒業していたりします。そうなると、なんだか信憑性に欠けてしまいますよね。また、IT 系は理系だというイメージがありますので、プログラミングも難しい、そう感じてる人も多いでしょう。こんなん言うとも、お前、 システムエンジニアやから理系なんやろ数学得意なんやろそう返されることも多いんですけど、私自身理系ではないんですよ。理科。特に化け学は好きなんですけれども、数学は驚くほどできないんですよ。もっと言うなら、数学よりも、 算数のレベルからできたぶんです多分ね、10歳ぐらいの小学生よりも算数できないと思います。それでもプログラミングは簡単だと言えるんですよ。そもそもプログラムというのは議会に対する指示書のことだと言えるんです。その指示書を作成するのがプログラミングになります。 これを飲食店に置き換えて例えてみましょうか。全く飲食店に行ったこともない。働いたこともない。なんなら見たこともない。そういう人がアルバイトとして働くことになった場合、仕事を教える際には、次のような流れになると思います。お客様が来店した際には、

食事を終えたお客様が退店する際に会計をしてありがとうございましたそう挨拶してから次のお客様を迎えられるように客席を整理整頓しましょうざっくりしてますけれどもこの流れを教えることになりますよねこの手順を パソコンなどの機械が理解できる文書として作成することがプログラミングなんです。ほーら、数学的なことなんて一切出てきませんよね。指示書を正しく作成するということであれば、個人的にプログラミングは文系だと思っています。正しい文法で指示書を作成しないと、 正しい結果を出すことができません。プログラミングは機械と人間とのコミュニケーションなんです。人間同士のコミュニケーションとは違って細かい指示書を作成しなければならなかったり少しでも間違ってしまえば途中でエラーになって止まってしまうことがあります。そのため 指示書にはいろいろなことを想定して細かく書かなければなりません。難しい。そう言われてるのはこの部分ではないでしょうか。ただね、何もない状態から指示書を作成する。そんなことなんてないんです。基本となる指示書があって、 それでは足りない部分の指示書を作成することがほとんどなんですよ。これをもう少し具体的に表現するならキーボード操作の指示書はすでに作成されているので新たにショートカットキーを設定するための指示書を作成する。こういうことなんですよ。動きの流れが文書化されたものが プログラムその文章を作成するのがプログラミングそう考えることができれば数学が得意ではなくてもプログラミングは簡単だと思えるようになるんですそしてその指示書を作成するための言葉がプログラミング言語なんですよ ほとんどのプログラミング言語は半角英数字の英語表記になります。そう表現すると英語力が必要。そう感じるかもしれませんが、if や move、to、from などの英単語なら難しいと感じませんよね。このように、 義務教育の初期に出てくるような簡単な英単語しか出てきません先ほどの飲食店の例えで言うならお冷やのコップに水があるかないかを判断することってあると思うんですよこれをプログラミング言語の文法に合わせて記述するだけなんです If コップに水がある もし水がなければ継ぎ足す。そうじゃなければ何もしない。何も知らない新人に何かを教えるのと同じような感じしませんかこのプログラミング言語にはいろいろな種類があります。それは言語によって得て増えてがあるためなんです。 ウェブ系なら R や PHP、JavaScript。アプリなら Java や C 言語。そして C 言語を拡張した C++ や c シャープ。これらの言語が変わっても指示の出し方が変わるわけではありません。指示書の書き方が変わるだけなんです。 どのようなことが起こったらどのように指示を出すのかただそれだけを記述するのがプログラミングなんですだからこそプログラミングは理系じゃなくても数学ができなくても問題ないそう言えるんですよまずはプログラミングは難しそうその イメージをなくしてしまいましょう YouTube ポッドキャストでは既に配信しているポッドキャストを再編集した内容を配信しています最新の内容は毎週木曜日のお昼12時に Spotify や ApplePodcastGooglePodcast などで配信していますからそちらでお楽しみください YouTube 動画ではパソコンの使い方ショート動画では IT やパソコンの用語解説アプリの単価を配信していますデジタル教室からあなたにプラスワン